国に敵地で引き分けた隊、石井監督を退陣の絶賛。泣けてくる。最高だ。石井監督は本当に最高の仕事をする。みんな魂を込めて戦ってる。みんな素晴らしい。超重要な勝ち点1だ。このままの調子でいこう。家の中で叫んでるよ。素晴らしい。石井監督の綿密な計画でうまくいってる。日本人監督のレベルの高さは素晴らしい。各クラブとサッカー協会がうまく協力すれば何でも可能。石井監督は結果を出すために適切なタイミングで変化を加えて修正を行う。すごい。石井監督の戦術でうまく戦えてる。監督就任前に中国に負けたのは残念だ。石井監督、FIFAランキングを100位以内に上げて、再びタイに幸せを取り戻してくれてありがとう。シンガポールが中国と引き分けてタイは2位に浮上。シンガポール本当にありがとう。君たちは偉大だ。中国との残り1試合にはマジで勝たないといけない。ホームで中国に負けたのが本当に悔やまれる。でもタイが中国に勝ってたら、石井監督は就任しなかったかもしれない。あと3試合油断せずに行こう。